歌舞伎町の知られざる疑問についてホストさんたちに聞いていきたいと思います。絶対的アイドル絶対勝利です。ハワイを好きなしグラビタマで山田太郎です。ホステル王子の立花薫です。会いに来いよ SN 山田です。天使のピエの社畜店長社畜ルナです。歌舞伎町のオンリーワン彼女マイカ様です。ホストに行ったことない方たちからすごい質問が、実際ホストってどうなんだろうみたいな質問がいっぱい来るので、今日ちょっと赤裸々にその疑問について答えていってもらおうと思います。素朴な疑問なんですけど、はい、あのキャバクラとかホストさんって1時まで営業ってなってるじゃないですか。でバーとかは結構深夜帯に営業してることが多いんですけど、それってなぜなぜ普通の回答させてもらって笛法もアシスト接待を伴う営業みたいなのが確か、はいはい、なんちゃらかんちゃらかんちゃらかんちゃらみたいな、ちょっとあまり僕も詳しくは、ないんですけど、ね、そんなんですけど、そんな感じ。そうですね、純粋にホストは体力がないからだとか。あーめっちゃ弱いじゃんバーテンの人たちってすごい朝までいるイメージするよね。そうだよね、すごい体力あるよな。ホストは、あの化粧してるんで朝見られたらちょっと弱いなって。あ、はい、キャバクラとかも化粧してるけどね。やっぱ女の子もヒゲとか入るじゃないか。入らないよ、ヒゲが。チーコアコシはやっぱホストはラブラブタイプ。あらら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 らバーにはラブラブタイプないもん。ないです。ちなみにどんなラブラブタイプ。いろいろ突っ込んだ。ラブラブタイムを突っ込むし、ホストにハマると結構なんか、ま、ドラマとかのイメージで女の子がに落とされるっていうイメージがあるんですけど、その辺は実際どうなんですかね。そんなことはない。犯罪なんだよ、それは。あの、なんか毎日幸せみたいな、はい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 、僕は本当にお金稼いできてほしいときは、うん、あの青森の方まで連れてってマグロ漁船クリーンですね。はい、めちゃくちゃ。そんな僕はそれでの、マグロ一本クリーン大量な感じを、はい、落とすって表現がちょっと良くない。確かにそうです。上がったっていう、そうそうそう、あ、なるほど。そうなんですよね。確かにさ、隠して見てるってことでしょ。そんなことはない。上がったんだから。そうですね。そっかそっか。ホストにハマってくれて、はい、やっぱ自分をね、レベルアップしようと。まあそうですね、はい、昇格したわけですから、うん、はい、担当のために頑張ろうと思って自分がね、うん、次のね、ワンステップをいいことですよ、はい、ね、それはね、うん、僕はぶっちゃけ言うと、あの怖くなくて、とりあえず稼いでくれれば番組かと。おー、なるほどね。はい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 。え、じゃあ勝利はどう思う。僕ですか。いやいや、落としたとかはないですけど、なんか、まあ、恋に落としたことがありますね。あー、それはわざと突き落とす。恋にでもなんかいろんな働き方があるから、なんか例えばね、とかもちゃんとしたお仕事だし、その思いでね、しっかり稼いでるってね、いいですよね、はい、だからでもね、輝く場所があるんですね。ストレートに応援したいって気持ちがすごい。なんか、3つ目の質問いきたいんですけど、はい、なんかこうホストにハマって、売りかけとかってあったりすると思うんですけど、そういう部分に関しては飛んだりとか。あー、なるほど。そう、そういう部分ってしんどい。ありますね。本当にありえないですよね、うん、経験は、ま、あ、もちろんあります、もちろんあります。皆さんは。あー、あります。あれ、あります、あります。まだないっすね。おー、まだないっす。すごい、あ、そっかそっか、すごいすごい。すごい、そっか。まず、こう、売りかけについて、こう、わかりやすく。あ、そうだね。あ、確かに。売りかけっていうのは、付け払いみたいな感じですね。付け払い。なるほど、なるほど。あの、その時に払えなかった分を、後で払うっていうのが売りかけです。一回お店に借金してる感じです。例えば、初回でも、OK なんですかね。初回はダメです。初回はダメなんですね。やっぱあれって信頼関係の上に成り立つようなものがあると思うんだけど、誰しも彼氏もいいですよっていうわけではないと思うんですよ。そかそか。信頼関係を築いたのに止まれることもあるっていう。信頼のもとにあったのに。大丈夫でしょう。全然ですよ。ふざけやって本当に。名前探すぞ。月末に集金とかなんですか、それとも翌月とかなんですかね。そこら辺もどうなんですかね。じゃあお店さんによりますよ、うん、そうなんですね。いつまでっていう
ところ、そのシーズンキャップが決めてるところがあって、だいたいその付近になると、あの飛ぶ子は急に体調崩し始めるとか、身内に不幸が起こるというか、月末の月初ぐらいは結構歌舞伎町はみんなね、人がね、よく入院してきますね。で、飛ばれた時っていうことどうしてます？すごい気になりますね。一回泣きますね。素直な。はい。人を信用しなくなります。はい。本当にどんなにこの、はい、なんだろうな、めっちゃ信用できそうなことを言ってる子でも、うん、あ、この子も飛ぶかもしれんって、いや絶対頭に出てくるんで、うん、結構金額とかって際どいですか、教えてもらったりできるんですか？僕は400万。すごいですね。一人の方、一人の方、めっちゃ疑問なんですけど、その泊まれたお金ってどうなるんですか？給料からしか、はい、その金額が丸々全部引かれる、はい、怖い。その時はもやし食べてました。一回やったのが、1500万円分の、はい、賭けをさせたことがあって、はいはい、おろ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 、すごい、100万円の束、15束バーンと持ってきてくれて、はい、すごい、それすごい。でももうそれで安心し、あ、1500万入金ありがとうって感じだったんだけど、はいはい、後日確認を後でした時に、あのお金数える機械で、はいはい、何回数えても90万、え、その束が、そう、100万円の束が90万だったんだよね、うん、でそれ全部15束とも全部90万。やばっ。10万円ずつ、うん、違う、1350万を払うのに、うん、150万。そこ気づくかい。それはもう、でも帯って帯ね、取ったらね、だからすごいですね、うまーく乗り付けしたしてるんだ、すごい。なんかそういうのやってくれる業者とかあるんですか？職人ですよね、90万円取って。確かにプラスではあったけど、はいはいはい、ちょっとまあ嬉しい反面、なんかどこに渡していいかって。僕は、LINE をしたんですよ。誰から LINE したかっていうと、お母さんから LINE 来て、うん、その子、はい、母親なんですけど、娘は亡くなったんで、お連絡しないでくださいって LINE 来ました。それは、はい、ね、お母さんの携帯から LINE 来た。じゃあ、その子が来ました。あ、その子の LINE。自作自演じゃん、完全に。はい、逆になんかその売りかけをした方がこうなんだ、消息を絶って数年後とか半年後とかにそのことを鉢合わせたとかってあった？ある、あるです。そのさっきの150万抜いた人と会ったことある？たまたま街歩いてたら見つけて、はい、うん、え、何やってんの、声かけたら知らないふりされて、そのままちょっと追いかけたら近くに外人さんがいて、ヘルプミー、ヘルプミーって言って、で、外人も困ったのに、みたいな。で、なんか警察呼ぶみたいな。いや、逆にこっちが呼びたいぐらいだって。こっちがヘルプミーする。そうですよね。待ち合わせあるな、俺もなんか。それこそそのさっきの400万とバレた子、うんうん、その入ってるのバーに乗り込んで、うん、この子いますか、うんうん、で呼び出して、うん、ずっと動画撮りながら、君いくら儲かる、どうすんのみたいなのは、お母さんに聞こえるようにわざとらしくやってあげました。それどうなったんですか？それを結局は払いなしみたいなことを言ってましたけど、払われてないです。あれ、ほんとにたまに見ますよね、なんかあの歌舞伎町の真ん中で言い合いみたいな、あ、そんなことやるな。張り紙とかね、何丸何号室の何々さん、はいはい、売りかけ、何百万の売りかけ返してください。あの、ね、それは。でも、多分やっぱ貼るのもダメだよ。ダメですね。ダメですね。純粋に。若い人は来ないんじゃないですかね。僕は自分で行きますよ。自分で。自分自身が怖い人なんで。多分そういうことしたらやっぱバチが当たって、まあ、うん、お化けがやってくると思う。あー、怖いの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 、怖い、毎日ピンポン出します。ポン、逃げたら回収できない。軽い運動みたいな。あー、なるか。距離は怖い人来る？いや、怖い人は来ないですね、多分。僕の妹がいます。なんでやる？一番いいまあでもなんかこう黒い人たちとの癒着じゃないですけど、そういうイメージがあるんですけど、全然そういうのはないんですね。クリーンクリーンです。クリーンクリーンで回収屋とかがいるわけでもなく、なんか黒い方たちがその別でいるわけでもなく、個人個人でなんかあった場合は自分で、お
化けにお願いするぐらい。うん、お化けとか、あとはまあ、よくね、わら人形。そういうグッズはたくさん取り揃えてる。そうだね。信念的に攻めてる。そうそう。毎晩うなされてる。逆にその、飛んだことある人たちの気持ちも聞いてみたいですけどね。聞きたいですね。やっぱでも、ね、あいつがこうこうこういうことしたから悪いって言ってくる子もいるでしょうし、果たしてそれをね、許されていいのかどうかっていう、うん、確かに、まあ、どちらでも責任があるってことなんですかね。そうですね、信頼関係の上で成り立つ。じゃあちょっと質問また聞いていきたいんですけど、なんかやっぱこう夜の世界のもうなんかキラキラしたホストさんは、ホストもキラキラした女性キャバ嬢さんと付き合うっていうイメージがあるんですけど、そこら辺ってどうなんですかね。付き合いたいですね。本当の意見ですねそれ。いや、ガタガタ。僕はちょっと特殊なタイプとか、その、はい、あの個人的にこのなんていうか、うん、好きがわからないタイプなので、うん、ちょっとそこら辺はいまいちわかんないですけど、うん、人を好きになったこともないですか。人は好きなんですけど、はいはい、こうなんか特別こうじゃあ彼女とか、うん、なんか余命とかわかんないんですよ。多分飛ばれすぎたんでしょうね。信じる心が女性主人、そうそう、信じる心がなくなって、やっぱね、恋愛って信じる心が大事なんです、はいはい、キャバ嬢ってキラキラしてるあの方たちのことですよね。ああ、そうです、そうです。キラキラしてる方は多分大体俺の彼女だと思うんですよ。ああ、みんな、こういうの、こういうの付き合うとみんなキラキラできる。ああ、なるほど。世の中のキラキラした女性は全員大体、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 しゃぶ嬢はよく来ますね。しゃぶしゃぶやな。美味しいけど、はい、美味しい、しゃぶ嬢、はい、しゃぶ嬢は彼女みたいな。あ、そうですね、しゃぶ嬢、しゃぶ嬢が彼女かな。はい、ということで今日は歌舞伎町の疑問についてホストの皆さんたちに解決していただきました。ありがとうございます。はい、ということで皆さんぜひゆるに遊びに来てね。来てくださいね。イエーイ。しゃぶしゃぶ食べ行こうか。しゃぶしゃぶ口になってる。